その日もね、あんな修行送信でも会えねえ、あんなやつは。会いたいけどこっちに遊びに来いとか、なんか言わないの。どうだ、調子は。去年、まあ、母が12月30日で亡くなって、ずっとあの母が料理好きだったので、うん、食事の支度ずっとやってくれてたんですよね、はい、で私一切やってなかったんですけど、まあやる本人がいなくなったもんですから、うん、やっております。そうか。ただあの手際が悪いので、うん、ちょっと時間がちょっとかかっちゃう。そこは慣れかなと思いつつ。まあ慣れだよ、はい、頑張って。あなたは頑張れば手際はすごくいい方だよ、うん、そうですね、頑張ります。あの人相的にも料理はすごくうまいよ。やればやれば、はい、うん、料理はもう大体うまいタイプとかいろいろいるけど、あなたはやると料理はすっごくうまくなるタイプ。体質的にそうだよ。そうですか、うん、一生懸命頑張ってもダメな方はダメ。料理ってのはやっぱりリズムだから、勢いと、ね、はい、だからやっぱりあの男勝りの人がうまいよ。なるほど。男性的な女が うまい、うん、うちのおふくろもそうだったけど、うん、やっぱりおとなしい人とか引っ込み思案の人とか、ああいう人はもう全然ダメよ。やっぱりチャキチャキしてて早い人だよな、うん、だから運動神経もいいっていうか、うん、そういう人が料理うまいよ。だからおしゃべりな人もうまいよ、うん、いやみんなそうなんだよ昔から。そうだよ。おしゃべりですね。そうだよ、はい、それがあなたの個性だもん、はい、うん、ですから講演も何回か呼んでもらってるんですけど、あの今薬関係で、はい、今年は3つぐらいやらせてもらって。おお、そうか、うん、ただまあ公演なんて言って俺と同じだな。社長の公演とは全然物がちょっと違いますけれども、ただあの楽しいということは言われますね。あ、そう、まあ、そうだと思うよ。いただければなという。そうだと思うよ、はい。あ、その話があるけど眼鏡いいね。あ、そうですか。すごくいい。ありがとうございます。その眼鏡は似合うわ。相当選んだの。いや、これは選んでくれたんです、メガネ屋さんが。あ、そう。で、これなんかいかがですかって出されて、うん、あ、これもう私と思って。いや、もうぴったりだ、はい、なかなかメガネって合うのないんだよ。そうですね、本当です。それはもう、ものすごくいいよ。あ、そうですか。顔よりいいぐらい、メガネの方がいいよ。メガネに顔がついてる感じだよ。社長、今日もすごいですね。もうノリノリですね、今日。全然乗ってないよ、こんなの。キレッキレです、はい、楽しいですけど。そうか、はい、でもヘアスタイルもいいしな。だヘアスタイルとまたメガネがものすごく調和してるんだよ。いいね、いいね、本当、うん、社長のネクタイも素晴らしいです、うん、はい、俺は大体もうシャレっ気ってはないんで。あ、そうなんですか。まあ、全然ない。何でもいいんですか。何でもいいというか、ええ、社長になってからもうその一番いいものを買ってるだけで、うん、俺自体はあんまりないんだよ、シャレっ気は。でも大体あのネクタイも背広も大体その時代の一番いいと言われてるのを買ってるだけだよ。それはご自分で選ぶんですか。まあ、選ぶのは選ぶけども、1回買いに行って30本ぐらい買うよ。じゃあここからここまで全部っていう。そうそうそう、そういう感じだよ。もうパッパパッパ選んじゃうっていうか、だから1本1本すごく選んで買うとかそういうのは一切ないよ。たまにしか行かないんで、もう行った時は全部だよ。だからあの一般的に平均30、大きゃ50本60本買っちゃう。要するにおしゃれっていうかそういう感じでちゃんといいものをたくさん揃えておいて適当に合わせてやってるってだけだよ。これはもう何も考えないから。どうもありがとうございます。俺はもう適当もいいとこよ、はい、ただ俺は家でもこう寝転んだこともない人間なんで、うん、家なんか手伝いに来てる人はもうとにかくみんな驚くよね。昔で言えばだからもう何だ、長屋の八っつぁんっていうか、なん畳の上でゴロ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 寝転んでるのばっかりじゃん今。だからみんな驚くよね。俺はほとんども朝起きたら夜寝るまで、まあ、本も座ってきちっと読んでるし、書き物もこうちゃんとやってるし、みんな驚くよ。親父もみんなそうだったから、うん、寝転んだこともないよ、うん、じゃ寝るまでだから寝るのは布団でちゃんとベッドやのが寝るだけ、まあ、寝るのは寝ますよね。当たり前だよそれ。寝るか起きてるかね。だからもうそれはもう性格だよな。だから困ってんのは例えば電車の中で寝たりそういうの絶対できないんで、だからあのもうどんなに忙しくて睡眠不足でもだからその徹夜したまんま講演会に出ちゃったり寝られないんで、いや、あの違う場所で寝られないっていうの、
今も徹夜あるんですか？やっぱりああいうほら講演会とかいろんなんで場所を移動した時なんかはあるよ。昼よりがひっくり返って、でだから講演会って結構徹夜明けとかなんか多いんで倒れそうになってる、だから結構半分ぐらいの講演会が体調は最悪。あと九州大学の100年講堂でやった時なんかもう全然実から寝られなくて、で旅館でも寝られなくて捕まったまんまで。分からないですね、うん、誰も分かんない。でもしかしたら 100% の、 すごく体調のいい時に講演されると聞いてる側が燃えてしまうかもしれません。ただ強すぎて悪い方が体調が悪い方が評判はいいよ。だいたい一番体調が悪い時が講演会は一番評判がいい。だから非常にこう抑えてる時だよな。そうですね、きっと、うん、聞いてる側が耐えられないですもんね。そうだと思う。社長の 100% 出てしまった多分そうだろうな、だからこう自分で抑えてるとなんか奥ゆかしいみたいなこと言われるからね。社長に奥ゆかしいってことはちょっと言われちゃうんだよ。そうですか。要はそういうことだな。でちなみに言うと、はい、今体調は悪いよ。あ、そうですか。すごくちょうどいいですね。だから仲良くできる。はい、仲良くできます。体調良すぎるとやっぱり私たちは耐えられないで、ね、でも私も社長と一緒ではないですけど、もちろん私も公演前は眠れないので。ああ、そう。結局ホテルに泊まったりすると。そう、マフラーもかかるとな、はい、もうダメなんだよ、はい、だからもう体調がベストっていうことはなく。結構公演とかあるの困るんだよな、はい、日常と変わるんで、はい、俺なんかもうほとんどが日常だから、だから日常と変わるとダメなんだよ。まあ性格もあるよな、だからそういういろいろゴロゴロしたらできないというか、うん、そうですね、うん、社長何か召し上がるものはそんなに気にしていらっしゃらないんですか？俺はもう決まったものしか食べないんで、俺はもうほとんど珍しいものっていうのは一切食べない。もうほとんどルーティーンがこう決まってるっていうの全部、はい、少なくとも1ヶ月とか2週間とかそれぐらいの単位でもう同じものぐる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 生涯食ってるだけだよ。煮物とかですか？カレーライスとか、とんかつ、カツ丼とか、そばとか。ああ、そうなんですか。そうだよ。カツ丼食べますか？俺が好きな店でな、ええ、そういうところ買ってきて食べてるだけだよ、うん、夜は作って普通に野菜、はい、野菜とかそんなもんだよ。ああ、そうですか。特に変わってない。野菜とパンとか、うん、大体もう決まったもん以外食べないんだよ俺は。要するにあまり変なものっていうか珍しいものを入れると具合も悪いけれども、もともと好きじゃないんで、いろんなもんが、はい、いろんなもん食べるのが好きじゃないんだよ、うん、だから一般にごちそうとか、はい、ああいうのは全部大体嫌いだよ。あまり興味がないっていうか、大体毎日同じようなもん食べてるのが好きなんだよ。だからいいんですね。多分そうだろうな。体にも体調。そうですね、多分そうだと思う、あんまり高級なもん好きじゃないよ俺は。そうですね、吉野家の牛丼とかそういうものが好きなんだよ。え、牛丼食べますか？そら食べるよ。びっくりです。大体ルーティンに入ってる。そう、こもるそばなんかも入ってるし。いや、これはだって珍しいもんなんか食べないよ俺あんまり。珍しいっていうか、その吉野家の牛丼が珍しいですよね。逆にそうかよ。イメージとイメージですよ。俺は別に好きじゃないな。いいこと伺いました。はい、好きですけど。でも牛丼とかも作れるようになりました。あ、そう、はい、この間きんぴらごぼうを作ってみたんですけれど、おまあまあでした。あんたはだからうまいよ。やる、そうですね、やる。まあもう社長に言われたらもうね、もう社長に言われたことはもう絶対だと思ってるので。やったらうまい、絶対うまくなるだろうと。やったら相当うまいよ。本当ですか？うん、すごい。専門家の域まで行くよ。おいや、頑張ります。なれるってことだよ。はい、あんたも能力的にそうだから。あ、そうですか。結構ね、大体俺の人生経験だと薬関係をやってる人はうまいよ。はあ、なんか同じもんがあるんだと思うよ。まあ、医食同源っていう話ありますけど、なんかあるんだと思うよ。薬剤関係やってる人は料理作らせるとうまい、うん、なんか感覚があるんだよね、多分ね、きっとね。あなたはもう料理研究家までなれるよ。え、本当に？お願いします。そのうちテレビからこれ来ちゃう。目指します。いやー、そんな風になれる、十分だよ。そうですか、うん、十分。すごい苦手意識があって、これから料理を研究するなら、老後の年取ってからの料理で、
年取ってから健康になる料理を研究していくと、あなた結構有名になるかもしれないよ。だって今年寄りの料理を研究してる人っていないんで。だからどうせならもう58とか60からやるんなら、あの年寄りの健康だよな、年寄りの長生きと健康のためのなんかそういう老人病やなんかを防ぐ料理やなんか研究していくと、あなたなんか結構になるかもしれないよ。確かそのうちもうね、あんな修行僧侶なんて会えねえ、あんなやつはとか会いたいけどこっちに遊びに来いとか言うようになるからねなあ、結構有名になっちゃう。その意味で頑張ります。そう、忙しいからバイオなんか行く暇ねえよ今日はちょっと NHK まで行かねえからね行ってみたいだ言ってみたいですね。まあ夢ってはあるかなね、多分今日から新しい夢が、はい、でもなれるよ、あなたも絶対なれる、頑張れ。なんかすごいな、はい、ちょうど薬剤関係やってきた人間なんだから、あのそういう老人的な意味の薬膳料理っていうかな、うん、そういうのを研究してきゃいいじゃない。そうしたらこう人生でね、前ともつながってるし、はい、素晴らしいよ。そうですね、であなたも才能あるに決まってるから、うん、先のことまあ本当に開きました、うん、どうだよ、間違いないよ。でもあの変わった料理ではないんですよね多分、あの体にその年取ってから食べる、体にいいものっていうことは結局昔の、はい、日本のいい意味の田舎料理みたいな感じだよね、うん、多分そうですね、あの 家庭の家庭料理をちょっと良くした感じの、はい、そういうものが結局体にいいんだよ、うん、食べてて安心するというか、そうそうだと思う、はい、なんかあのちょっと先ほどね、はい、洋服の話ありましたけれども、洋服の話が、うん、スーツの話とかねちょっと話してましたけれども、はい、その色についてなんですけれども、うん、年齢とともにちょっと明るい色を着た方がいいとか一般に言われることがね、まあ、一般にそうだなあると思うんですけれども、社長はその色に関して何かこういうこう、うん、なんていうんですか、基本的な捉え方とか考え方とかっていうのはやっぱりその人に合うものだよ。そのやっぱり自分が好きなもの、自分好きかどうかは別途で合うんだよね、合うもの、だから他人が 見た方が分かるよね、うん、その人に似合うものが一番その人の体質と合う色だよね、うん、だから健康にもいいよね。あ、結局似合うものを着てるのが健康にもいいんだよ、はい、あのその人の持ってる体から出る波動と色合いが合ってないと似合わないから、うん、いや似合う似合わないってそういうことだから、うん、だから自分の好き嫌いとは違うよね、うん、他人が見てあのいいと言われる服を着るのが一番いいっていうの根本だよね。あの私はもともとキャメルとかそういうなんか茶色系が大好きだったんですけど、茶って言ってもちょっとくすんだ、はい、でカラーコーディネートをやってもらった時にあのその色じゃなくてこういう色、うん、グレーとか、はい、紫とか、はい、こういった方が合うって言われて、はい、全く自分の好きな色じゃなかったんですけど、そしたらやっぱり合うんですね今のね、この紫系がね、うん、すごく、まあ、一言言わせてもらうとあなたは茶系は合わないよ、はい、うん、だから合わないものが好きだったんだよ。そうですね、だから自分の好きなものと似合う似合わないのが、違うから、はい、ここら辺が今の人は分かんないと。そうですね、なんか今の人って全然そういう何か教育がもう違うっていうか、はい、何でも自分中心になっちゃって、だから自分の好きな文学がいい文学とか今言うじゃない、はい、自分が好きな文学がいい文学だと思ってんだから、そうじゃない、いい文学ってのは別にあるんだよ、はい、だからいい文学か自分が好きかはまた別なんだよ。そういうことがもう今のが教育過程がなくなっちゃったっていうか、そうだと思います、もう全て自分ですから今は。そうなんだよな、はい、そう思います。だから昔はいい文学っていうのが決まってるわけだよ、はい、でその文学がもし嫌いだった場合、嫌いな自分がいい文学を好きになれない程度がまだ低いんだって認識できたのに、今はもうそれできないんだよな、うん、そうですね、はい、うん、これ社長の本に出てくるような文学を読んでみて、片っ端から読んでみる、自分が合うか合わないかだよな、はい、はい、まあ、まず優れた文学だと昔から言われてるかどうかも重要なことだよ。やっぱり言われてるものは優れてるんだよ。でもそれを例えば読んだ時にわからないというと、自分がまだ未熟だということですね。何回も読んでる、それは重要なことだね、うん、じゃあ大丈夫か。大丈夫です、ありがとうございます。どうも、はい。